アメリカ手話とはアメリカ合衆国やカナダの英語圏で使われている手話である。またアメリカ手話の方言やその変形が西アフリカや東南アジアの一部で使用されている。正確な数値は不明だが現在25万人から50万人が使用しているとされる。1960年代にはアメスランとも呼ばれた。イギリスとは 音声言語においてはほぼ同じ英語でありながら、アメリカ手話はイギリス手話とは全く違っている。その理由は、アメリカ手話はフランス手話から枝分かれしてきた手話だからである。しかし、現在、アメリカ手話とフランス手話はアルファベットを除き、ほとんど表現が異なっている。1817年、アメリカ合衆国で初めて公立老学校が、 コネティカット州ハートフォードが設立され、その時に使われた教育方法にホームサインと呼ばれる地元の手話に加えてフランス手話が用いられた。創立者の一人であるトーマス・ホップキンズ・ギャローデットがフランスに行って手話法による教育を行っていたパリ国立牢和学校で教育方法を1年間研修して、その後フランス人の牢教指導ランクレークを伴って帰国したことから、 フランス手話がアメリカ手話に織り込まれるようになった。1960年にギャローデット大学の言語学者であるウィリアム・ストーキーはアメリカ手話を研究し論文、手話の構造を発表した。これは手話は劣った言語ではなく音声言語と変わらない独自の文法を持つ独立言語であるという内容だった。これをきっかけにして手話を言語学として 研究対象とする学者が増えた。音声言語の英語が世界で最も広く使われる言語となってきているように、アメリカ手話も世界で最も普及されている空間言語になってきている。それは世界各地から老者がアメリカのギャローデット大学に留学し、卒業後に帰国して広めたことによるが、平和部隊の老者がボランティアとして各地でアメリカ手話で、 老教育を支援したことや過去に多民族国家のマレーシアやシンガポールのように現地で英語を第一言ごとする老教育政策としてアメリカ手話を取り入れたこともアメリカ手話が世界に普及した原因の一つと考えられる世界共通の手話として国際手話があるがイギリス手話とアメリカ手話が主流であるこれに関しては反発も多いミッチェル ロス、ヤング、トラビス、バクレダ・ベラミー・カークマー、マイケル、ハウ、メニー・ピープル・ユーズ・エース・エル・イン・ザ・ユナイテッド・ステーツ、ホワイエス・テマイツ・ニード・アップデイティング。サイン・ランゲージ・スタディーズ6、イシュンから・レイ・サン・レイ・ニカラ・1475、リリーブ・ド・ノーベンバー27、2012、ミス・リン、アメリカン・サイン・ランゲージ。h-a-n-d-s-p-e-a-k.com。2017年1月7日閲覧。 ありがとうございます。